10年余りも音信不通だったケイトが突如連絡をよこした。いつの間にか結婚し、5人も子供がいるという。夜遅くまで働いているのに生活が大変だと訴えてきたので、私は仕事帰りにケイトのアパートに通って家事を手伝い、お金も援助した。ところが長男夫婦は働きもせずに遊んでいると判明し、私は怒りに震えた。疲れた体に鞭打ち、毎日アパートに通い続けたのに許せない。私の気持ちを踏みにじった代償はきっちり払ってもらうわよ。次の週末、シンジの運転する車に乗っていると、ケイトから電話がかかってきた。あ、おふくろ、もうすぐそっちに着くわ。え？今日から俺たち7人も住むから、孫の面倒はおふくろがお願いな。ご自由に。私たちも今新居に到着したから。は？新居？一つ訂正ね。7人じゃなくて8人で住むのよ。え？おい、どういうことだよ。ではさようなら。戸惑うケイトに構わず、私は電話を切った。私はユミ、55歳の主婦だ。去年夫のシンジとの結婚30周年を迎えた。周りでは熟年離婚したり別居する人も珍しくないが、私たち夫婦は今まで大喧嘩もせず仲睦まじく暮らしてきた。長男のケイトと一緒に暮らしていた頃は散々振り回されて苦労した。思い返せばモンスターを育てているような感覚だった。ケイトは幼い頃からとにかく親の言うことを聞かなかった。シンジの実家が同じ町内にあり、義母が一人で住んでいたのだが、ケイトは気に入らないことがあるとすぐ義母の家に駆け込んだ。迎えに行った私が義母に怒られ嫌味を言われるというのがお決まりのパターンだったのだ。ケイトがへそを曲げる理由はくだらないものばかりだった。ハンバーグの気分だったのに出てきた夕飯がカレーでムカついた。塾をサボったらお母さんに叱られて腹が立った。学校に漫画を持って行ったら先生にバレて怒られ、お母さんにも注意されてイラついた。そんな些細なことで家出して義実家に逃げ込むのだ。話を聞いた義母は毎回私が悪いと決めつけ、ヒステリックに怒鳴り散らした。あんたがちゃんとしてないからケイトが叱られるのよ。すみません。ケイトはあんたと違って繊細なの。もっと寄り添ってあげなさい。はい。嫁の代わりはいくらでもいるけど、この子の代わりはいないのよ。そんな風に義母が甘やかすので、私やシンジが口を酸っぱくして注意してもケイトは全く反省する様子がなかった。そして私は義母にいびられるたびに落ち込み涙を流した。ある日たまりかねてシンジに打ち明けると、激怒し義母に抗議した。ユミになんてことを言うんだ。いくら母さんでも許さないぞ。まあ私が悪いとでも言うの？あの嫁が仕事にかまけてケイトをほったらかしにしてるから、ケイトが悪い子になっちゃうのよ。シンジがスピーカーフォンにしてくれたので義母のセリフが筒抜けだ。俺が仕事で忙しい分、ユミがいつも一人でケイトを見ているんだ。よくやってくれているよ。ユミを責めるのはやめてくれ。親に反抗するなんて、すっかりあの嫁に洗脳されたのね。まあいいわ、同居したら仕事を辞めさせ、私に尽くすようにしつけてやるんだから。シンジを怒鳴りつけた義母はしばらくすると膝を痛め、シンジと同居したいと電話をよこした。いずれは介護までさせられるのかと私は震え上がったが、シンジは断固拒否した。その後兄弟3人で話し合い、義母は義姉の家に行くという結論が出たらしい。義母が義姉の家に引っ越し、住まいが遠くなったのを機にケイトは義母と疎遠になり、少しだけおとなしくなったのだった。幼い頃から反抗していたせいか、ケイトの反抗期はあっさりしていた。
いつも不機嫌で、私やシンジにろくに返事をしなかったものの、暴言を吐く、物に当たるなどの行為はせず、気づけば終わっていたので、私とシンジは胸をなで下ろした。ところがケイトは高校卒業後、就職先を3日で辞めてしまったのだ。シンジがたしなめると家を飛び出した。直後、義母からシンジに電話がかかってきた。電話で聞いたわよ。仕事を辞めたくらいで叱るなんてかわいそうじゃないの。3日連続で遅刻する方が悪いんだ。母さんは口出ししないでくれ。シンジが電話を切った後も、電話とメールをひっきりなしに起こしたが、シンジは無視し続けた。ケイトはすぐ戻ってくるだろうと、私たち夫婦は高をくくっていたのだが、予想に反してそれきり連絡が途絶えた。私やシンジがケイトにメッセージを送っても既読にならず、電話もつながらない。ケイトの友人に尋ねてみても、やはり連絡がつかないという。シンジは顔を曇らせつつも、心配する私を慰めた。きっと元気にやってるよ。そのうちふらりと帰ってくるさ。信じて待つしかないわね。ああ、そうだな。ケイトがいなくなった寂しさを紛らわせるように、私たちは今まで以上に仕事に励んだ。私の親から譲り受けた家が古くなったので、住みながら大掛かりなリノベーションを行い、全部終えた頃、突然ケイトから電話があった。おふくろ、久しぶり。ケイト、心配したのよ。全然連絡つかないから。昔のままの口調に涙ぐんだ。元気そうね。安心したわ。一度顔を見せに帰ってらっしゃいよ。ああ、ところでおふくろ、金持ってるよな。私はキョトンとした。親父が管理職だもん。家に金あるよな。おふくろもパートしてるし。まあそれなりには。どうして？唐突すぎる質問に驚きを込めて聞き返す。うち7人家族だから金なくてさ、やばいんだわ。え？バレエにピアノ、英会話にスイミング、習い事で金が飛んでくし、ガキが女5人だから副代もかかるしさ、俺らの給料じゃカツカツなんだよ。ため息まじりに嘆くケイトに、私は叫んだ。ちょっと待って、あなた結婚したの？奥さんと子供がいるってこと？ああ、住所教えるから一度うちに来てよ。お袋だって可愛い孫の顔見たいだろ。ええ、もちろん。わかった、そっちに行くわ。混乱しつつもケイトと約束し、週末に教えられた住所を訪ねた。 1LDK のアパートのドアを開けると、狭い玄関から奥のリビングまでゴミがあふれ返っていて、私は腰を抜かしそうになった。部屋の奥からピンクの髪、厚化粧の女性がこちらに走り寄ってくる。お母さんどうも、はじめまして、リホです。長男嫁のリホに握手を求められ、応じると手の甲に鋭い痛みが走った。リホの長い爪に引っかかれ血が出ている。リビングからは子供が泣き叫ぶ声が絶え間なく響き、子供の走り回る足音と子供を怒鳴るケイトの声で耳を塞ぎたくなるほどやかましい。お母さん、ご飯作ってもらっていいですか？私忙しくって。ええ、いいわよ。5人も子供がいるならいろいろ大変だろうと思い、私は心よく引き受けた。ところが冷蔵庫は空っぽ、缶詰も米も切らしている。仕方ないのでスーパーに食材を買いに行き、子供たちのリクエスト通りミートソースのスパゲティを作ると、ケイトが文句を垂れた。俺は唐揚げ食いたかったんだ、勝手に決めるなよ。そうだったの？ごめんなさいね。主の希望を優先させろよな。まあまあ、どうせ毎日来てもらうんだし、いいじゃん。リホの発言に私は目を丸くした。
そっか。じゃあ明日は唐揚げ頼むな。毎日なんて無理よ。日曜以外は仕事なの。3時までのパートですよね。終わってから来れるじゃないですか。不満げなリホにケイトも口を尖らせる。うちが大変なの見てわかるだろう。俺もリホも帰ってくるの遅いから子供の世話してほしいんだよ。延長保育だとお金かかるし、学童保育も閉鎖したから困ってたんです。私が仕事減らして子供を見てたけど、給料減るし限界ですよ。今にも泣きそうな声で訴えられ、私はとうとう折れた。仕事と子育ての両立が大変なのは身をもって知っていたからだ。翌日から私は仕事帰りに長男夫婦の家に寄り、掃除や夕食作りを手伝うことになった。ところが今日きれいに片付けても、翌日にはお菓子の空き袋や脱いだ服、ジュースやお酒の缶で部屋が散らかってしまう。それでも私は長男夫婦のもとに通い続けた。二人が帰宅するのがいつも21時頃なので、仕事が忙しくて家のことまで手が回らないのだろうと思いやったのだ。そんなに働いているのに、ケイトとリホの口癖はお金がないだった。賃金が安い職種なのかなと心配になったけど、余計な詮索はせず、クリスマスや子供たちの誕生日には高価なゲームをプレゼントしたり、お年玉には孫一人当たり数万円を長男夫婦に渡したりと、ことあるごとにお金を多めに包むようにした。1年余りそんな日々を過ごしていたら、無理がたたったのか、私は体調を崩してしまった。ごめんなさい、そちらに通うのはしばらく無理そうよ。電話で謝ると、ケイトは残念そうに言った。わかったよ、無理させてごめんな。おふくろ、しっかり休んでくれ。なんだ、ちゃんと気遣いができるじゃないの。嬉しい気持ちになり、シンジに伝えると眉を潜めた。部下がケイトと同じアパートに住んでいてね、その昼間から繁華街をフラフラしているという話を聞いたんだ。え？まさか。そう答えたものの、胸騒ぎがした私は翌日仕事帰りに車で繁華街へ向かった。半信半疑の気持ちで駅前に車を止め、待つこと1時間。現れた長男夫婦に私は目を見張った。道路沿いのパチンコ屋から出てきた長男夫婦は大声で機嫌よく話しながら私の車の横を通り過ぎていく。今日は大当たりだったな。リホも夜遊びばっかしてないで俺に付き合えよ。楽しいだろ。たまにならね。ケイトみたいに入り浸るのは飽きるわ。でもさ、そろそろ働かないとやばくない？アパートの家賃とか水道光熱費とか督促状来てるでしょ。大丈夫だって、お袋に出してもらえばいいし。私は耳を疑った。まあね、孫を5人も産んだんだもん、それだけで親孝行よね。金くらい出してもらわなきゃ。うなずいたケイトは驚くべき提案をした。そうだ、実家に引っ越すか。あそこなら金を出してもらえるし、ガキは見てくれるし、お袋をタダでこき使える。俺ら一生遊んで暮らせるぜ。いいの？やった。いつにする？二人の笑い声が聞こえなくなってから、私はダッシュボードに拳を振り下ろした。悔しくて涙が出そうだ。仕事で忙しい二人が少しでも休めるようにと、疲れた体にムチ打ちアパートに通い続けたのに、許せない。私の気持ちを踏みにじった代償はきっちり払ってもらうわよ。次の週末、シンジの運転する車に乗っていると、ケイトから電話がかかってきた。はい。ああ、おふくろ、もうすぐそっちに着くわ。え？私はシンジに聞こえるようスピーカーフォンにした。今日から俺たち7人も住むから、孫の面倒はおふくろがお願いな。
私は驚きもしなかった。つい先ほど義母から連絡があったのだ。ケイトとその子供たちの荷物が大量に送られてきたと。なので私はにこやかに返した。ご自由に。私たちも今新居に到着したから。は？新居？一つ訂正ね。7人じゃなくて8人で住むのよ。え？おい、どういうことだよ。ではさようなら。戸惑うケイトに構わず電話を切った。目的地に着いたので車を降りる。黒い門扉を開けて小道を進み、木立に囲まれた赤い屋根の洋館をしみじみと眺めた。本当に素敵なお家ね。夢みたいだわ。中古だけど内装も綺麗な状態でお買い得だったね。しかしユミ、悔しいよな。ついの住処にするつもりでリノベーションした家をケイトたちに渡す羽目になるなんてさ。眉を潜めるシンジを私は振り返った。じゃあシンジ、あの人たちと一緒に暮らす？いやだ。どれだけ頼まれても絶対に断る。強い調子で断言するシンジに私もうなずいた。私も同じ考えよ。だからあちらはあちらで仲良くやればいいんじゃない？その代わり私たちは今後一切手助けしない。それでいいでしょ？ああ、俺の仕事を在宅勤務に変えれてよかったよ。私も異動願いが通ってよかったわ。ちょうど近所の支店が人手不足だったのよね。庭先で話し合っていたら引っ越しセンターのトラックが到着した。私たちは重厚な扉を押し開け、時折指示を出しながら引っ越し業者が家具や段ボールを室内に運び込むのを満足げに眺めたのだった。ケイトが音を上げたのは予想より早く、引っ越しから3日後のことだった。おふくろ、頼むから戻ってきてくれよ。留守番電話に何十件も入っていたので苦情を言うために電話を取ったのだ。私が出ると泣きそうな声で訴えた。はあ？何言ってるの？あなたもリホさんもその家に住みたかったんでしょ？ 1LDK のアパートを出て 5LDK 一軒家で暮らせるんだからよかったじゃない。ばあちゃんも一緒に住むなんて聞いてねえよ。ケイトの悲鳴に笑いそうになる。そう、私は義姉を通じて義母に連絡を取り、うちでケイトと暮らさないかと持ちかけたのだ。わがままいっぱいの義母は優しくて辛抱強い義姉や義弟から愛想を尽かされ、他の親戚からも引き取るのを嫌がられ、すねて自分の家に戻っていた。膝が悪いのに家族に見捨てられたと近所に触れ回り、義姉と義弟が頭を抱えているとシンジに聞いたので、いい頃合いだと思ってケイトとの同居を提案したのだ。どうして？ケイトは小さい頃おばあちゃん子だったでしょ。二人で結託して私を責めて喜んでたじゃないの。あの頃私は毎日のように泣いていた。ケイトの素行の悪さを学校の先生に注意され、ケイトを叱れば義母に嫌味を浴びせられ、胃に穴が開きそうだったのだ。こんな底意地の悪いばあさん嫌いだよ。自分はソファーにふんぞり返ったままリホにネチネチ文句ばっかり。子供たちのしつけに口出しするのに金は出さねえ、世話もしてくれねえし、一緒にいるとイライラすんだよ。あら、あなたたちもそうだったでしょ。私は厳しい口調で言ってやった。仕事だと嘘をついて私に家事をやらせ遊びに出かけていたわ。私が毎日仕事で疲れているの分かっていたでしょうに。家政婦扱いしたわ。挙句に家賃も生活費も払わなくて済むからと実家に戻ったのよね。ずうずうしすぎるでしょ。黙り込んだケイトに私は追い打ちをかける。親なら子供の世話をするのは当然だわ。5人もいて大変。そりゃそうよ。じゃあなんで家族を増やしたの？犬や猫でも自分の子供に愛情を注ぐわよ。働きもせず遊び歩き、親に生活費をせびるなんて、
恥ずかしいとは思わないの？ケイトが黙り込んだ隙に私は電話を切った。ケイトが私の言葉で少しは反省してくれるといい。そんな風に考えていたら、今度は義母から連日ひっきりなしに電話がかかってきた。しばらく放っておいたが、忘れ物があってしぶしぶ元の家に立ち寄った。靴がないのでケイトとリホは遊びに行っているようだ。そっとキッチンに入り、いるものを取って帰ろうとしたら、般若の面みたいな顔をした義母に捕まった。お母さん、お元気そうで何よりです。ちっとも元気じゃないわよ。義母は真っ赤な顔で私を怒鳴りつけた。ユミさん、あんた出来損ないの嫁を私に押し付けたわね。何のことですか？とぼけないで。ケイトの嫁のリホよ。何なのあれは。私は頬を引きつらせ、足元を見下ろした。廊下にもリビングにもゴミがあふれ、ゴミを避けてキッチンまで歩いてくるのがやっとの状態だった。嫌なら義母が片付ければいいのだが、おそらく大人三人とも掃除をしないでだらけているので、汚くなる一方なのだ。夏になれば虫やネズミが湧きそうな悲惨な状態である。あの子、お茶をくれと頼んだら自分で入れろと言うし、掃除をしろと言えば聞こえないふり。一日中携帯をいじってダラダラ過ごし、料理もせずに惣菜をパックごと机に並べるのよ。家は散らかり放題、ゴミ屋敷だわ。あなた、嫁のしつけぐらいちゃんとしなさいよ。私じゃなくてリホさんに言ってくださいよ。それに嫁が片付けないならケイトが家事をすればいいでしょ。はあ？家事を男にさせようなんて頭がおかしいの？ものすごい剣幕で義母がわめき散らす。嫁のしつけがなってないのはあんたの責任だわ。掃除をしに来なさいよ。ついでに家事もやりなさい。毎日働いていると言ってもたかがパートでしょ。私の世話くらいできるわよね。それが嫁の仕事なんだから。お断りします。こう見えても忙しいんですよ。孫夫婦と可愛いひ孫たちと仲良くお片付けしてください。どこが可愛いの？生意気だし、私を敬おうともしない。うるさくてかなわないわ。男なら可愛がってやったのにさ、男を産めない嫁なんて邪魔なだけよ。ケイトもさっさと離婚すればいいのに。私はため息を一つつき、義母に言ってやった。それ、ケイトやリホさんの前で言ったんですか？もちろんよ。そうしたらケイトにものすごく怒られたわ。足の悪い私を追い出そうとするなんて、いつからあんな白状になったのかしら。そんなだからお母さん、実の子供に嫌われるんですよ。なんですって？目をつり上げる義母に私は冷ややかに告げた。働いたことのない人にたかがパートなんて言われたくないですね。もうここへは来ません。電話にも出ませんので。ちょっと、誰に向かってそんな口聞いてるのよ。背中で義母の怒声を聞きながら車で家に帰った。すると夜更けまで電話の着信音がしつこく鳴り響いたので、真嗣に今日あったことを報告し、どうしたものかと相談した。真嗣はうんざり顔を浮かべ謝った。ユミ、嫌な思いをさせてすまなかったね。もうお母さんからの電話には出なくていいよ。俺も縁を切る。いいの？お姉さんと弟さんも絶縁したんでしょ？いいんだ。あの人の相手をするのにほとほと疲れたよ。わかったわ。こうして私とシンジは義母の連絡先をブロックした。これで落ち着いたと胸をなで下ろしたのもつかの間、再びケイトから着信があった。いやいやながらも電話を取ると、ケイトが金切り声を上げた。おふくろ、ローンの督促状が来たぜ。なんで俺宛て？ここはおふくろの家だろうが。ええ、
私が父に譲り受けた家だけどね。お盆にあなたたちがうちに来た時、家の名義変更をすると伝えたでしょ。は？ケイトがすっとんきょうな声を上げる。大事な話だからちゃんと聞きなさいと言ったわよ。なのに携帯ゲームをしながら片手間に聞いてたじゃないの。そうだっけ、覚えてねえな。いい加減な反応に私は呆れ返った。名義変更はしたけど、私たちの意思だからシンジがローンを払っていたのよ。でも勝手にあなたたちが押しかけて住み始めたでしょ。だったら住人が払うべきだわ。はあ？勝手に出てったのはお袋たちだろ。月10万のローンなんて払えるか。ケイトが怒りに任せ吠えた。俺もリホも借金まみれなんだぞ。知るもんですか。借金も真面目に働いてれば少しずつ返せるだろうに。親に払ってもらおうだなんて甘い考えでいるからどんどん膨らむのよ。説教なんて聞きたくねえよ。まずいよ、このままじゃやばいって。ケイトが声を震わせた。きっと蒼白な顔になっているのだろう。わかった、500万、500万でいいからくれ。そしたら当面なんとかなるからさ。切羽詰まった口調でケイトが私に頼み込んだ。近頃競馬がいい感じなんだ。500万くれたら倍、いや10倍にして返すわ。そうすれば前のアパートの未払いの家賃、俺がギャンブルのために借りた借金、リホのカードローン全部払えるだろ。ケイトが声を弾ませる。なあ頼むよ、お袋も可愛い孫たちに不自由させたくないだろう。家族なんだから困った時は助け合わなきゃな。私は脱力感に襲われた。額を抑え怒りを押し殺し語りかける。私は孫たちの習い事のお金を出したり、入学祝いやクリスマス、誕生日、お年玉などには相場より高いお金をあげたでしょ。できるだけのことをしたつもりよ。はあ？全部合わせても100万以下だろ。全然足りねえよ。親なんだから子供を助けるのは当然だろうが、金が余ってるんだからもっとくれよ。いい加減にしなさい。私が叱りつけると、ケイトが電話の向こうで息を呑んだ。私やシンジが働くのはあなたたちにお金をあげるためじゃない。老後にあなたたちになるべく迷惑をかけずに暮らすためよ。私は子供に話すようにケイトを諭した。もう30でしょ、いつになったら自立するの。親に頼る前にまずは仕事を見つけて真面目に働きなさいよ。人の親になったんだから。でもこの先頼るのは私じゃなくてリホさんよ。力を合わせてやっていきなさい。ケイトがまだ何か言いたげだったが、私はそれだけ言うと電話を切った。長男夫婦は1000万のローンが払えないので泣く泣く家を売った。ほんの数ヶ月間の間に子供5人が暴れ回って内装をめちゃくちゃにしており、補修しなければ家を売れないと不動産屋に言われたそうで、ますます借金が膨らんだ。 1DK の古いアパートに子供たちを連れて引っ越したケイトとリホは、家を売却したお金でわずかな借金を返し、残りは働いて返すことになった。しかし2人は私のお金を当てにして互いに内緒で借金を重ねていたと判明。親から背びり取ると息巻いてたくせにおとなしく引き下がるなんて信じられないわ。うるせえ、嫁のくせに俺の親から金を融通してもらおうとかずうずうしいんだよ。こんな感じで夫婦喧嘩を繰り返し、近隣住民から騒音被害で訴えられて、すぐにアパートを退去する羽目に陥った。その後も長男夫婦は追い出されては別のところに移るというのを繰り返しているとか。それにしても私とシンジはどうやら息子の育て方を間違えたらしい。今更取り返しがつかないが、ケイトも妻子のいる30歳の大人、これからは夫、そして父親としての自覚を持ち、しっ
かり働いてほしい。シンジの親戚の話によると、義母は長男夫婦と大喧嘩した末、以前住んでいた家に戻ったという。膝は悪いが、身の回りのことは一応できるので、たまに家政婦さんを呼んで対応しているそうだ。しかしあまりにわがままなので、最近は家政婦紹介所から断られてばかり、家がゴミ屋敷とかしているそうだ。私とシンジは広い庭のある洋館で穏やかな生活を送っている。もう義母から理不尽に怒られて涙したり、長男夫婦に家政婦のごとくこき使われるといったことはない。シンジと近くの森を散歩したり、美術館や博物館に出かけたりするのが休日の楽しみだ。私たち夫婦は老後は長男夫婦に頼らず、いずれは一緒の老人ホームに入ろうと約束している。ケイトとは分かり合えなかったが、夫とは可能な限り人生の終わりまで仲良くやっていきたい。